新年明けましておめでとうございます。まあ年の初めということなので、まあ何やろうかなと思って、七高山巡りやろうかなと。七高山巡りは1月2日から15日頃まで、長崎市の市街地を囲む信仰を集めた7つの山を参拝しながら歩く江戸時代から続く風習です。彦山と豊前坊っていう山2つ行けますので、まあそこに行こうかなと。歩き始めたのは蛍茶屋の殿庭から、氷見方面に続く長崎街道に入ります。まあこの右手のある山、これが彦山で、少しポコッと上に出てるあのその隣ですね、これは豊前坊と。一ノ瀬橋や蛍茶屋跡など街道らしい風景が続き、その後国道に進みます。はい、これ板書のバス停ですね。まあ、あの蛍茶屋から歩いてきましたけど、まあ、バスでここまで来てもいいです。少し歩くと参道に続く鳥居が現れます。これ、彦山って書いてありますね。一緒に登るのは牧島カメラマン。2人は去年10月に訪ねた西山神社で毎年初日の出が彦山の山頂から登ることを知りました。スピリチュアル好きではありますが、あの別に写真で見ても満足はできる。牧島カメラマンが消極的なのは、もうまさにこの後ろに、はい、とてつもない階段がこれ登るんでしょ続いてますけど、はい、ね、あの私見たくないので逆を向いてるんですけど鳥居の近くにある祠で手を合わせて上を目指します。氷見に続く明治神道の古い鳥居の傍らには、はい、参道を整備した古い記念碑があります。昔から大事にされてるんでしょうね。ね、これ旧道ですよね。ここ、うん、この道、はい、これあれ明治神道。あ、うん、明治神道、うん、あれ明治神道。なるほど。これどっち行きましょうか。これまっすぐ。え、さらに登っていくと本郷地後部ダムが見えます。今見てるのは後部ですね。後部ダムですね。あれが、この先に妙祖寺っていうのがあって、はい、それからずっと上がったとこがあの秋葉山なんで、はい、まあ、宝華山からずっと秋葉山行って、一旦ここに降りて、今度豊前坊彦山に登るっていう人が多いんじゃないですかね。豊前坊の参道は石を積んでできた階段に変わります。大正10年に改修され、今年でちょうど100年になります。誰がですか。俺がですか。地域の人が力仕事にも協力したそうです。通風ですかやっぱそういう人たちが、ね、の常在で、ね、やっぱここを守っていこうということで作ったと。しばらく歩くとお地蔵さんが鎮座する豊前坊の入り口です。うんうん、まあ、ここから要は境内ですよね。もう ここからがなるほど、境内。登り始めてしばらくは美しい竹林が続きます。おお、なんかすごい。赤い鳥居はお稲荷さんの岩倉大明神。手を合わせて先に進みます。まあ豊前坊、はい、まあ、豊前ってつくんで、あの福岡、福岡、はいはいはい、福岡にやっぱ彦山っていうあるんですよね。はい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 、まあ、そこからこう、まあ、こちらに、その流れでこちらに来たと。
なるほど、うん、登っていくと分岐があります。確かめましょうかね。ルートを確かめるのに使ったのは山を歩こうというガイドブックです。分岐、ちょっとこの本ね、実は最近いただいたんですよ。あの本は著者の娘さんから手紙と一緒に送られてきました。還暦の時に自費出版したもので、ご両親は今も山を楽しんでいるそうです。まあ、この番組を見るのがすごくあの楽しみだというふうに書いてられて、なんかすごく嬉しかったですね。で、実はね、この本を私持ってて、登山歴40年の松尾記者が取り出したのは使い込まれた同じ本でした。同じ本でしょ。でもこれね、いろんなルートが書いてあるんで、これ全部やっぱ歩かないと書けないんで、いやこれ書いた方相当ね、登られてね、いろいろ調べてやってるすごい人だなと思って、みんなにやっぱ山を楽しんでもらいたいという多分気持ちで作られたはずなんで、そういう気持ちだけは一緒かなっていうちょっと気がしますね。分岐からは本来のコースを離れ、すぐそばの虚空蔵堂に立ち寄りました。でずっと来て、はい、右をずっと、右を見る、右にずっと目を移して、おお、なんかホラーなんですか。いや違う、いやホラーなじゃないんですよ。これこれ近く行っていいんですか。あ、近く行っていいですよ、もちろん。わあ、なんかすごい。わ、なんすかこれ。中に進むと、正面と左右が岩肌に囲まれた広い空間です。上から光が差し込む神秘的な場所です。響くでしょ、ね、少し自分の言葉が、ね、反響してるんですよ、すごく。岩肌には仏像が彫り込まれています。松尾記者は正面の祠で手を合わせました。はじめその一人で来た時、やっぱね、はじめはね、あまりにも荘厳すぎて入れなかったですね。足が進まなかったです、あそこの入り口から。これ怖いでしょ。いや、なんかこうあれですよ、人間じゃないものがいますよ、ここ、うん。分岐まで戻った松尾記者、はい、さらに上を目指します。これ見て、これこれは、わあ、見事ですね。これ、これ見事よ。もみじの紅葉が目を楽しませてくれました。見てこの階段。ね、やばこんな階段ないっしょ、なかなか。これすっごいっすね。ねえ、だってもう本当に段があるかも分かんないもんね。七甲山の一つ、豊前坊の最後の難所は神社に続く古い階段です。なかなか、これは来ますな、膝に。これは来ますね。あ、こんなとこに、あ、何これ。あ、これ今風ね。ここハート石がね、これ今風っすね。今風ね、シャレでつけられたんでしょうね。いいですね。まあいい、まあいいじゃないですか。こういうのをぜひ若い人も、若い人もね、登って。ね、着いたのは飯盛神社。豊前坊にあることから豊前坊神社とも呼ばれています。本殿の近くには触ると万病に効くというハマグリ石や、力士が力試しをした石もあります。もうすぐちょっと受験とか、ね、進学のシーズンなんですけど、まあ、そういうのにあのご利益があると。神社で手を合わせた松尾記者、次回はここから近い七甲山の一つ彦山を目指します。